まあ、何にせよ帰って、とりあえず荷物を整理して、こうマップ中心エリアですね。はいはい、わかりました。はい、というわけで、じゃあね、マップ中央部に行くために、移動をしなきゃいけないんだけど、移動に何を使うかだよね。一応こいつらはもちろん連れて行きたいし、ただやっぱ荷物持ちだったりとかっていうことを考えると、ちょっと大型の恐竜でね、行くのが、一番じゃないかなというふうに思いまして。で、第1話からね、ちょくちょく登場しているこの子、キリンですね。キリンさん。キリンさんね、ちょっとね、レベルね、改めて見てみたんだけど、なんと150と。こういうところなので、ちょっとこのキリンさんをテイムしていこうかなと、いうふうに思います。それじゃあ行ってみようか。まずキリンさんが寄せるじゃん。まあ、何はともあれ、罠にはめないと話が始まらないと思うんですよ。はい、来ている来ている、いいですね、いいですね。さあ、そのまま渡っておいで。ちょっとこれハマるかな、罠これ。規格外すぎるか、サイズが。いや、なんとかハマってほしいけど。はい、おいで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 。さあ、どうだ？お！お！いや、抜け出すか、やっぱ。抜け出す。よね、オッケーオッケーだったら、はい、ちょっと簡易的にはなってしまいますが、入ったら外側からこの壁で蓋をしてしまおうという作戦でいこうかなと思います。ちょっとねこれだいぶ取り急ぎ作戦すぎたかな。まあ行こうか、はい、まずは入れるところから。オッケーオッケー、まあ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 、まあ、どうした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 。さあまずは入ってほしい。入ったかこれ、これ入ったかな。入ったら塞いで、オッケー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 、今気取られてるね。オッケー、よしよし、これで超えられないんじゃないか、さすがに。いや、これはどうだ。ちょっと待って、今のうちにもう撃とうか。え大丈夫かな、それ大丈夫かな。いや詰まってる詰まってる詰まってる。オッケーオッケーオッケー、詰まってる詰まってる詰まってる。よしよしなんとかなんとか改良版で、なんとか取り急ぎですけれどもね、パラケラテリウム、このキリンさんですね、収容することに成功しました。いやー、狭いよな、ギリギリだよな。まあ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 、入ればよかろうよ。はい、ね、ちょっと今ね、手持ちの麻酔や全部つぎ込んだんですけれども、眠らないと、いうことなので、ちょっとね、これ、また考え物、一応逃げてはいると思うんですよ、今。うん、攻撃モーションやめたので、逃げてはいると思うんですけれども、ちょっとね、麻酔やが想像以上に使うので、ちょっと、麻酔や量産していきます。はい。というわけでね、用意いたしました。麻酔矢がですね、300本体制で、284本ですね。もうほとんど300本再生で、臨んでいきたいと思います。これでね、さすがに寝てほしい。クロスボウも一応3丁用意してあるので、まあ、壊れかけのこいつから、行っていきましょうか。頼むぞ。寝てくれ。はい。まずは1本目壊れましたね。おっオッケー、やっと寝たわ。100本ぐらい余ったか。まあ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 、何にしても寝てくれたのでね、よしとしましょう。気絶値がえぐいね、12900って。じゃああとはね、餌やるだけなので、テイムし終わるところまでカット。はい、というわけでね、X パラケラテリウム仲間になりました。オッケー、ちゃんとテイムボーナスもね、マックスで入ったのでよかったかなと思います。じゃあちょっと出せるかなこれ。さあ出てこれるか君。こんにちは。うん、こんにちはなんだけど、買い物がしたいな。え、まずこのクライオポットだよね。うん、こいつ欲しくて、交換。お目が高い、うん。お目が高い、ありがとう。で、あと、パラケラテリウムのサドルに真珠が必要なんですよ、真珠。真珠が45個必要なので、1つ買うと5個入ってるので9個かな。交換していきましょう。オッケー。頑張ってくださいね、サバイバーさん。うん、ありがとう。はい、じゃあまずこのクライオポットで、いやー、こんな序盤でクライオポットでゲットできるのでかいな。いや、色がもう完全にキリンだもんね。まあ、キリンさんだよね。オッケー。お前はキリンさんです。オッケー。いや、危険なとこ行かなくても素材とかを交換できるのもいいですね。オッケー。これで、ブラッドストーカーがいる、マップ中腹あたりまで、向かっていきましょうか。よし。ではですね、拠点にある装備は基本的に、このキリンさんのね、背中に建築し終わったので、じゃあ連れていくのは、バリオニクスと、カエルちゃん。高レベルの X ユータ、オスメス1匹ずつでね、こういう布陣で行きたいと思います。それじゃあ、行っていこうか。よし。というわけで、ブラッドストーカーが生息しているであろう、マップ中央部の近くまで来ております。うん、この辺結構怪しいからね。一応この辺あったら、鉄とかの資材も割と潤沢にあるので、ちょっとこの辺に一旦仮の強を構えて、ここからはね、慎重に進んでいこうと思います。
で一応ねここに来るまでにもういろいろとねちょっと減っちゃいまして、カエルとバリオとキリンしか残ってないですね。ちょっとだいぶね、いやースピノだったいろいろなものに襲われまして、まあ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 なんとか生き残った、この3匹を起点に、ここからブラッドストーカーの捜索に、向かっていきたいと思います。そしてブラッドストーカーをね捕まえるためにはこれ、血液抽出用注射器、はい言えました、これテイク3ですね。これを使うらしいんですけれども、これで血液をこうやって取りまして、で HP と引き換えに、血液を、こうパックにしていくと、でこれを吸わせることによって、テイムが進んでいくので、ちょっとこの血をねまず作っていかなければならないですね。ちょっとお肉食べながらゆっくりやっていこうか。はい、というわけで一応ね、血液パック30個。いや、だいぶ時間かかったんだけど。じゃあ行こうかな。で、ちゃんとね、血液パックも持ったし、パラシュート、もう持ってあるので、対ブラッドストーカーにおいては大丈夫なんじゃないかな、というふうに思っております。よし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 。おっと、待て、やばい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 。え、スピノサウルスいるよね、完全に。102、ちょっと待って、X スピノ120。これさ、117発、いけないかな。いやーでもここにいる、めっちゃチャンスなんだよね、めっちゃチャンスなんだけど、ちょっと拠点変えて、じゃあ麻酔や、もうちょい持ってこよっか。あ、ちょっと待って。ブラッドストーカー見つけた140。ちょっと待って、ブラッドストーカーを見つけた140。いや、あっち先行くか。いや、ちょっと行ったり来たりでごめん、申し訳ないですけれども。ちょっと、あ、140は行くでしょう。はいはい、食べてくれ。あ、いた。え、食べてくれないかい。いた。ちょっと待って。ちょっと待って。え、食べてくんないの？引っかかってはいるんだけど。え、食べてくれないと僕、死んじゃうんだけどさ。え、ちょっと。おー、来た。いかんない。ちょっと一回戻ろう。一回帰ろう。うわ、ブラッドストーカーいたんだけど、55レベルか。まあいいか。とりあえず一旦吸わせるか。ちょっと、一旦どんなもんか。見よう。なんだ。うわ、気持ち悪。閲覧注意です。そして待って、めっちゃ減ってない？血液パックめっちゃ減ってない？ 30 なくなるけど。30なくなってしまいますが？なくなってしまいました。耐えた先に待ってるはず。ちょっと待って。結構痛いね。いや、待って。わかった。ごめん。え、やばい。え、そしてお前もやばい。いや、待って。はい、というわけでね、いろいろありまして、カエルちゃんを失いまして、テイムし直しました。近くにね、130、ぐらいのいたのでね、カエルちゃん仲間にしまして、で、見てほしいのがこれ。血液パック136、今あります。これね、だいぶ大変だったんだけど、もうね、ここにね、今できてるね。そう、このね、メディカルブリューっていう回復アイテムがあって、血を取って減った HP をメディカルブリューで回復させて、また血を取るというね。本当にもう何をしてるのかわからないようなことをね、なんか数時間ぐらい繰り返しまして、これでよっぽど大丈夫じゃないかなと思うので、また行ってきます。わー、これスピの先か？あいつだよね。ちょっとスピの先に行くか。はい、というわけで定位置に来ました。あと一回ちょっかい出してみます。はい、どうだ？動くか？あ、これなさそうだね。これなさそう。このままテイムできないか。おー、寝た！よし。いやー、あと16発。ギリギリだったけど寝ましたね。よかった。よし。オッケー。一手に入った。X スピの187レベル、これは強いだろ。お前、そんな多くて、強いだろ、そら。さて、ブラッドストーがこの辺じゃないかーと、いっとったら、来た、あ、やばいよ、危ね。待って。いたけど、ちょっとパラシュートがギリギリ間に合わなかった感じがする。ちょっと待って。あれか、あそこだな。君、レベルはどうだい ?25、まあ、とりあえず、一発目にして悪くないんじゃないか。行くか、オッケー、行った。お前バカ。え、めっちゃおるんだけど、気持ち悪い。やばい。集団でいます。ちょっと挨拶しとこうか。ごきげんよう。はい、ごきげんよう。いやー、ちょっとどうしよう。あー、来た。引っ張られて。こっからだよね。はい。うん、吸ってる。テイムは、どんな感じ進んでるこれ。なんか、キモいな、本当に。進んでるこれ。25。とりあえず25消費。こっちにもいるんだよな。怖い。
しましたけど。いや、待って待って、だよね。気分、こんな感じです。一応ね、寝袋があるので、OK、生還はできました。カエルはどこ行った？なんか、カエルが大変なことになってないか？ちょっと待って、カエル。カエル、お前、連れ去られてない？それ。俺のブラッドストーカーはどこだ？テイム完了しただろ。あ、これか？これか？あ、いる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 。いた、いた、いた。こいつってさ、確か騎乗はできるね。待って待って、ごめん、ごめん。わかったわかったわかった、やめてやめて。いや、怖い怖い怖い。わかったわかった。よし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 。オッケー、オッケー、逃げろ逃げろ。気持ち悪い。で、何これ何これ、ジャンプ？なんだわあ、もう操作方法も調べてくるべきだった。はい、そこを乗って、また、はい。すごい。おい、すごいぞ。革命が起きている。おい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 、すごいすごいすごい。あ、スタミナ不足。あ、まずい。スタミナ不足だ。これ。オッケーで変えてきました。革命が起きとるぞ。これ強いな。オッケー、ブラッドストーカー。とりあえずカエルちゃんは失ってしまったんだけれども。とりあえずブラッドストーカーをゲットした。で、ブラッドストーカーってさ、はいはいはい。あー、こんな感じか。めちゃめちゃ吸ってるんだけど。俺大丈夫これ。俺ここにおるよね。なんか俺に吸えって言ってる、もしかしてこいつ。まあ、ブラッドストーカーの性能に関しては、ちょっと慣れは必要だけど、慣れればだいぶいい移動手段になりそうですね。はい。と、まあ、そんなことよりも、はい、拠点の方に変えてきまして、ちょっと拠点の方変えてきまーして、ね、はい。いや、こいつですよね。X スピノ。こいつの性能をちょっとやっぱり、やっぱミッションでね、実力、示していきたいかなと思うので、これいこうか。じゃあちょっと、ホップ、ステップ、ジャンプでさようなら、カエルを護衛しろというところなので、はい、来ました。ホップ、ステップ、ジャンプでさようなら。おーっと、待って待って、ちょっと待って、ジャンプでさようならなんだけど、その前に俺がさようならしちゃいそうだから、助けて。はい、ナイスー。なんてこと。オッケーオッケーオッケー。ま、ガンマで、ガンマから行きましょうか。しっかりエスコートしてくださいね。はい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 。この子か。175レベル、結構高レベルですね。守れ。はいはいはい。あ、ついてきゃいいんかな？じゃあとりあえず、この子に。はいはい。来るね、来るね。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。はいはいはい。死んでしまえば、テストは失敗です。大丈夫大丈夫大丈夫。全然余裕全然。はいはいはい。敵に嗅ぎつけられたみたいです。おっと？戦闘の準備を。オッケー。あー、かわいいかわいいかわいい。あの子が攻撃を受けています。あの子が早く守ってあげてください。はい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 、大丈夫です。ちょっとちっちゃくて見えないんですね、あんまりね。重くなってきたな。これ最終設定オフにしないと、最終オフにしないとやばいかも。テストは失敗です。はい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 。あれがとか言うのやめたってください。で、ちょっと取り急ぎだけど、重要にフロッカーめっちゃ600キロ。あ、分かった分かった。喜ぶのはいいから、喜ぶのはいいから、急いで。エスコート対象から離れすぎないでください。あの子が攻撃を受けています。はい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 、よいしょよいしょよいしょ、はい、しょい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 。チェックポイントは残り一つです。残り一つチェックポイント。オッケー。あそこか、あそこかな。おお、あ、カエルがいっぱいいるわ。あ、へえ、ここにこの子来たかったんだ。あれが最後のチェックポイントですね。あ、すごい、かわいい。へえ、いいね。あ、ぴょんぴょん出る、ぴょん出る、かわいい。エスコート完了。あ、オッケーオッケー。おめでとうございます。あ、合格ね。ありがとうございます。安全な住処を見つけたと。あ、よかったね。で、ここで降ろされるんだ。あ、待って待って待って、カエルのサドルいっぱいもらった。嬉しいな。はい、というわけでですね、まあ、ぼちぼちミッションの方こなしまして、第一拠点の方に戻ってきました。まあ、ちょっと沼地用ないかなと。そろそろ他のバイオーム行ってみてもいいんじゃないかなというふうに思いまして、ちょっとこのブラッドストーカー、あとスピノ、で、あと普段乗り用に、ラプトルと、この3匹だけ連れて、他のバイオームに行ってみようかなというふうに思います。テレダにテレポート。はい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 。で、どこ行くかなんだけど、沼地がイージーだったでしょ。で、まあ、ノーマル、ハード、ベリーハードしかない。まあ、ノーマル、雪山行ってみるか。まあ、少しでも暖かいように南に出るか、じゃあ。座標固定完了。はい。いつでもテレポートできます。お願いします。いやー、怖いなー。